それでは始めさせていただきます。皆様お忙しい中、ライブ 2D に興味をお持ちいただきありがとうございます。私、株式会社ライブ 2D の今井と申します。本日はよろしくお願いいたします。ちょっとデモの関係で座りながらやらせていただきます。私ですが、ライブ 2D でプログラマーをやっておりまして、主にライブ 2D の各プラットフォームへの移植などを行っています。最近ですと、アンリアルエンジン3への、アンリアルエンジン3への、ライブ 2D の組み込みなどを最近では担当しておりました。はい、それでは本日それで自分の自己紹介をこれくらいにしまして、本日の講演内容は次のようになっております。まずはじめにライブ 2D とはどのような仕組みになっていて、どのように作成するのかについて簡単に説明します。続いてライブ 2D の長所、ライブ 2D ではどのような表現が可能で、またどのように使われているかについて説明します。続きまして、ゲーム開発デモという形で、ここではライブ 2D でのゲームへの組み込みの一連の流れをデモを通して、説明させていただきます。またここで先日ベータ版が公開されましたライブ 2D キッズ分バージョン 2.0 の新機能も合わせてご紹介させていただきます。それではまずライブ 2D はそもそも何なのかについて説明します。ライブ 2D を一言で表すと、原画を 2D のまま立体的に動かす技術です。仕組みとしましては、1枚の原画画像をテクスチャ素材に分解しまして、それに対してポリゴンの割り当てを行います。そのポリゴンに対して、ポリゴンの形状に対してパラメーターの割り当てを行うことによって、ライブ 2D のモデルを作成します。これによって、パラメーターをポリゴン形状をパラメーターによって管理することができるので、原画のキャラクターを、原画のイラストのテイストを保ったまま、動かすことが可能となっております。ライブ 2D では、原画にポリゴンパラメーター付けを行うモデラーと、作成したモデルにモーションを設定するアニメーターからなるキュビズムエディター、それをそして作成したものを Android や 3DS といった各プロットフォームに組み込むための SDK から構成されています。簡単にライブ 2D での制作の流れについてご紹介いたします。まずはじめに、動かしたいキャラクターの原画像を用意していただき、それに対してテクスチャ素材の作成を行っていただきます。続いてその作成したテクスチャ素材をライブ 2D モデラーに読み込んでいただき、ポリゴンの割り当てやパラメータ付けを行うことでモデルを作成します。続いて作成したモデルをライブ 2D アニメーターに読み込みまして、パラメータの設定をもとにしてモデルにモーション付けを行います。モーション付けを行った後は、そのまま、動画として出力し、アフターエフェクトなどを組み合わせることで映像作品の作成やがすることができます。またモデルデータとモーションデータを組み合わせることで、SDK に組み込むことにより、アプリの開発も行うことが可能となっております。それではライブ 2D の長所について説明します。ライブ 2D の長所としましては、豊かな表情表現といった点が挙げられます。モデルを細かく制御することによってキャラクターに多様な表情をさせることができます。顔を回転させた時の顔の形状などの細かい調整が行えるので、イラストのテイストを保ったまま、キャラクターの
スペシャルアニメーションなどを行うことができます。またキャラクターに様々な、喜怒哀楽といったさまざまな表情をさせることも可能となっております。またライブ 2D の長所としまして、高いインタラクティブ性といった点が挙げられます。基本的にライブ 2D のモデルはいわゆるローポリと呼ばれる3000以下のポリゴンで作成することが可能なため、 Android や iOS と、Android の携帯機といったような感じで、あまり、スペックの高いプラットフォームでも高速に動作することが可能となっております。また最近ですと、リアルタイムで表情トラッキングしてライブ 2D キャラクターになりきるといった動画が公開されまして、こんにちは、今私は顔の表情をトラッキングして、ちょっと飛ばします。口の形も取れます。このようにリアルタイムで、顔の情報を取り込んだものをライブ 2D に反映させて動かすことも可能となっております。またライブ 2D では人型のモデルではだけでなく、さまざまなモデル作成を行うことが可能です。このような人型のモデルだけでなく、このような、いわゆるゆるキャラのような、こういったキャラクターも作成することが可能です。またこのような、ドラゴンのようなモデルも作成することが可能となっております。またライブ 2D ではさまざまなプラットフォームに対応しております。PC やタブレットや携帯機、据え置き機などに対して対応しております。現在の対応プラットフォームはこのようになっております。一部ベータ版を含めますが、 Unity や CoxDX などさまざまなマルチプラットフォームの対応もしておりますし、最新のゲーム機などに対しても対応予定となっております。またライブ 2D の採用事例ですが、2011年からだんだんと、商用作品の採用が増えてきております。採用作品の例で言いますと、最近話題になっているものとしましては、サイバーエージェントさんのガールフレンド括弧仮などでも採用されていますし、井上武彦、スラムダンクなどで有名な井上武彦先生のペピータという作品、これは、電子書籍になるんですけど、なりますが、それについても、ライブ 2D が採用されています。また2014年度の採用件数なんですが、このように多くなっています。というのも、ライブ 2D では販売企業を1000万以下のインディークリエイター向けに SDK の無償提供を開始しました。インディーズに限りまして、制作や開発、配布、販売などといったことに関して全て無料で行うことが可能となっております。また、こちらはインディーズだけではなく、今までライブ 2D のエディターに関してはプロ版しかなかったのですが、新たに、フリー版を公開しました。プロ版との大きな違いとしましては、使用できるテクスチャの枚数に制限などがあることです。基本的な機能に関しましては全て使うことが可能となっております。
またインディーズクリエイターに関しましては、ライブ 2D で作成したキャラクターモデルに関しても基本的にはご自由にお使いいただくことが可能となっております。それではライブ 2D のデモに、のゲーム開発デモに入っていきたいと思います。今回のデモでは、新しく2014年夏リリース予定で現在ベータ版が公開されているライブ 2D キズム 2.0 の新機能も使っていきます。具体的に言いますと、ここでの PSD データのインポートと自動ポリゴン化、自動配置とテンプレート機能に関して使ってモデルを作成していきます、ではちょっと、デモ用に設定するので少々お待ちください。今回のデモでは、Unity のフリー版を利用しまして、自作イラストのウェブマスコットアプリといったものを作成してみたいと思います。しまったか。ちょっと待ってください。具体的に言いますと、このような、ウェブ上で組み込めて、マウスのカーソルを合わせることで動くような、アプリケーションを作成していきます。ちなみにこれはフラッシュ版で作成しているんですが、今回はちょっと Unity を使って作成したいと思います。では、Live 2D を使用した、組み込みの作成、ゲーム開発の流れについて簡単に説明し、もう一度説明します。まず、動かしたい原画を用意しまして、ここからテクスチャ素材の作成を行っていきます。テクスチャ素材の作成に関してなんですけれど、原画を用意した後にやっていただきたいこととしましては、重なり部分の保管、この例、ここのキャラの例で言いますと、この目の下の部分を、自分で塗っていったり、あとは首などの部分に関しては、ちょっと領域を拡張してもらって、首をかしげたりした時にかけたりしないようにしていただきます。また、口の中などの隠れているテクスチャの作成、この原画だと口を閉じている状態なんですが、この中の部分のいった部分を作成していただいて、また、上の口や下の口などの、口を開閉したときに、口の中の部分を隠す部分も作成する必要があります。それではモデルの作成に入っていきます。まず Live 2D モデラーを起動しまして、テクスチャ素材の読み込みを行います。ここで、Live 2D の新機能としまして、 PSD からのテクスチャ読み込みとポリゴンの自動生成機能をご説明します。先ほどの PSD データなんですけれど、各キャラクターの各パーツが、レイヤー上に配置された状態になっているものをまず用意します。それをモデラーの方にドラッグ&ドロップしますと、このような画面が表示されます。先ほどの PSD データの各レイヤーで表示されているパーツが1枚のテクスチャに貼り付けられまして、それに対して自動的にポリゴンの割り当てを行うことが可能となっております。このポリゴンの割り当ての密度に関しましては、こちらの方の、パラメーターで制御することもできますし、後でご自分自身の手で、
頂点の追加や削除を行うことが可能となっております。で、まあ、今回はこれで OK を しますと PSD データのそのままの状態で、テクスチャが、キャンバス上に貼り付けることができます。ここで、ですね、ちょっとモデル作成に入っていくんですけれど、その前に少しだけ Live2D の基本的な操作方法についてご説明します。ちょっと、このキャラクターの顔の上下左右に振り向くようなちょっとモーションをどのように Live2D で作成するのかについて説明します。ちょっと表示に説明に関わる部分だけ残して、それ以外の部分をちょっと非表示にします。ちょっと首と顔の輪郭部分だけ残した形で顔の振り向きのモーションをちょっとつけてみます。まず、今の状態ですと首が顔よりも前の方に表示されてしまっているので、この首の描画順序をちょっと変更します。ここの部分またはこの部分で描画の順序を変えることができます。で、下にしまして、続いて、この顔のポリゴンを選択します。ポリゴンを選択した状態でパラメータの角度 X を選択しますと、このような画面が表示されます。ここでとりあえず正面の顔のパラメータと左を向いた時の顔のパラメータ、右を向いた時の顔のパラメータを作成します。そうするとこのように緑色の点が表示されます。この状態になりますと、この緑色の点でポリゴンの形状がそれぞれ記憶される形になります。試しにこの部分をちょっと横にビヨーンとやると、このパラメータの間を自動的に保管してくれることになります。なので、この正面の顔の向きはこのままにしておいて、左向きの顔の形を作ろうとした場合にはこうやって頂点を1個ずつ、やって顔の形にするということもできますが、さすがにポリゴンの数がこれだけあると作成には時間がかかってしまうので、 Live2D ではデフォーマという機能がありますので、今回はそれを使います。ポリゴンを選択していただいて、選択した状態で、デフォーマを作成ボタンを押しまして、今回は、デフォーマのタイプに関しましては回転と曲面というタイプがあるのですが、今回は曲面を選択して OK を押します。そうしますと、このようなグリッドが表示されます。グリッドを選択した状態でもう一度角度 X の、パラメータを3つ選択します。このデフォーマなんですけれど、フォトショップのワープ機能のような感じに操作することができまして、このようにグリッドの制御点を触ることによって、デフォーマ内部のポリゴンをすべて自動的に一括で操作することが可能となります。なので、左を向いた時の顔をこんな感じにして、右の行った時の顔もこんな感じにするといったことで、顔の左右の傾きが作れました。あれ、ちょっとずらしたままにしてたので直して、左右の動きができたましたので、次は顔の上下の動きをちょっと作っていきます。デフォーマーを選択した状態で角度 Y を選択、そして3点つけて OK を押しまして、顔の上の向きのをこのような形にして、下の向きをこのような形にするといったことで、首の顔の上下の動きが作ることができました。また、角度 X の左の部分を選択しますと、下のパラメータと一緒に結合することができまして、これによってこのような顔を動かすことができます。
ただこの状態ですとまだ顔の左斜め上を向いた状態や左斜め下を向いた状態などのパラメータができていませんので、デフォーマーを選択した状態でパラメータの四隅の形状を自動生成という項目を選択します。そうして OK を押すと顔の斜めの形状が自動的に作成することができます。で、これを見るとちょっと斜めを向きすぎていたりする場合があるのでちょっと修正を加えるとこのように顔の向きが作成することができました。あとはこういった作業を残りの髪や服、腕、スカートなどに対して行っていくことで Live 2D のモデルを作成することができます。ただこの作業は多くの工数が必要になってくるので、かなり大変です。そこで、Live 2D の新しい新機能としまして、テンプレート機能といったものを新たに作成しました。テンプレート機能に関して簡単に説明いたしますと、すでに作成済みの、作成済みで、パラメータが割り振っているモデルを一体用意しまして、そのキャラクター、モデルの、動きの情報を現在作成しているモデルに対して反映させるといった機能になります。では実際にやってみます。ちょっともう一回最初からちょっとデータが汚れてないものを用意します。 PSD 読み込みからOK を押して、この状態だともうキャラクターを何も動かすことはできない状態になっています。これに対してファイルから、テンプレートを適用を選択して、先ほどの開いた、間違えました、このモデルを開きます。そうするとこのような画面になります。そしてこの状態で、このキャラクターの顔をと各キャラクターのパーツ がそれぞれ合うような形に配置しまして、テンプレート適用プレビューを選択すると、そのこの作成済みのモデルのパラメのキャラクターの動きが、現在作成中のキャラクターに反映されます。ただちょっと一回この重なりを適当にするとどういったことがあるか起こるかっていうことにちょっと説明も兼ねてやってみますと、こんな感じでやるとちょっと顔の形状が悲惨な形になってしまいます。なんでこういうことが起こるかっていうとですね、このテンプレート機能の仕組みとしましては、作成済みのモデルのポリゴンの形状の変形情報を、こちらの方の作成中のモデルの方に反映させるといったことで、同じ動きをさせることが可能となっています。なんですが、現在だとこの まつげの部分が目の部分に対応していたりするの で動きがちょっと悲惨な形になってしまっています。なんでこれだとまずいので、もうちょっと合うような形に直しまして、もう一回適用を押すと、ある程度さっきよりかある程度まともな感じになっています。ただそれでも対応付けがずれてそうな部分がありますので、それを手動で修正します。目が悲惨な形に、これは眉毛に選択で、あと腕が変な動きをしてるなと思ったら、髪と太陽付いてるとかいうのを見て、太陽付けをちょっと修正します。とりあえずまあ大体の動きは良くなったかなと思ったら、
OK を押しますと、先ほどのモデルのこういった動きがこのキャラクターでもできるようになります。ただよくよく見る目の部分などをよくよく見るとちょっとぶんやり薄目が開いててちょっと怖い感じになってるんでまずいので、ちょっとだけ目の位置を変えたり、ポリゴンの先ほどご説明したライブツリーの基本的な操作方法を用いてこの目の形状などの修正などを行う必要はあります。でですね、だいたいさっきの状態から30分ぐらい、修正を加えたものが、こちらになり、こちらになります。こんな感じで割とちゃんと目が閉じてくれるようになります。なのでこのテンプレート機能を使うことでモデル制作の時間を一気に短縮することが可能となっております。続きましてモデル作成、今モデル作成までできたので、続いてアニメーションの作成について説明していきます。アニメーション、ライブ 2D のアニメーターに関して簡単に説明すると Adobe のアドビ製品のアフターエフェクトのような感じで、タイムライン上にキーフレームを打っていくことでモーションのモデルにモーションを作成していきます。試しに起動しますとなんか余計な表示がされるのを無視して、新設定などを適当にやって、やりますとこのような画面が表示されます。そこで、先ほど作成したモデルデータをドラッグアンドドロップで持っていくと、ね、このような画面になります。これでキャンバス上にキャラの全体が入るように、位置をずらしてします。これによって、ここのタイムライン上にパラメータの値をここの部分もしくはこの部分で設定していくことによって、キャラクターにモーションをつけていくことができます。こんな感じ。ちょっと今タイムラインが10秒間になってるんでちょっと一旦短くします。10秒ぐらいでいいかな。また、失礼しました。アニメーターでは他にも、リップシンク機能なども用意してあります。試しに、何ですか？このような、音声データを用意しまして、それをドラッグアンドドロップしてもう一回ちょっとドラッグアンドドロップしますと、あ、すいません、ちょっともう一回ドラッグアンドドロップしますと、何ですか？タイムライン上で音声が流れるようになります。この状態で、モデルを選択して、リップシンクを選択して OK を押すと、何ですか？このような形で、自動的に口の動きを作成することができます。試しに、動きをもうちょっと可愛くするために首の角度を傾けて再生すると、何ですか？っていう感じになんか何ですかっていう感じのモーションが作ることができます。、はい、
アニメーターに関する説明は以上になります。それでは、SDK の組み込みに関して説明していきますとですね、まず今回は、Live2D の Unity のサンプルを利用することで、このような、ブラウザ上で起動する、ライブウェブマスコットのようなものを作っていきます。まず、Unity 上の、Live2D Gizm 2.0 ベータの、SDK Unity のところから、SDK をダウンロードします。6秒、5秒、4秒とかかかってるんですけれど、ダウンロードしたものをこちらに用意してあります。で、これをでこれが回答それを回答したものですね。でこれを起動しますとこのようなファイル構成になっています。今回はこれのサンプルのデモっていう、プロジェクトの中を改良して先ほど作成した、モデルこれじゃないこれを組み込んでこのように動かす、アプリって言っていいんですかね、ものを作っていきます。デモのアセットのシーンのサンプル .unity を選択しまして、選択するとこのような画面が表示します。ちなみに Live2D は Unity のフリー版でも動作することができます。ちなみにでこのサンプルなんですけれど実行すると、あれ、実行するとマウスでして選択した位置に向かってキャラクターの顔と体の向きが移動するようなサンプルになっています。ではこれを先ほど作成したモデルにちょっと組み替えてみましょう。まずそれにあたって、Live2D の組み込み用のモデルをちょっと先ほどのモデラーのデータから作っていきます。ファイルから MOC のファイル書き出しを選択して OK をします。そうするとデスクトップ、とりあえずデスクトップに保存とすると、このようなファイルが生成されました。これはこのモデル1024とかっていうファイルはこのモデルを作成したときに PSD から生成したテクスチャのデータになります。で、MOC ファイルが生成されたの、Live2D の組み込み用のファイルの MOC ファイルが生成されたので、これを、Unity の方を開いて、こっちに、ね、リソースの方に持っていきます。ただ、Unity 上でドラッグアンドドロップを可能にするために、MOC、拡張子をドットバイトに、変換します。はい、OK と OK をして、あとはテクスチャをも持っていきます。その状態持っていった状態でこのサンプルの Live2D モデルといった部分を選択しまして、 MOC ファイル、この子ははるちゃんっていうんですけれど、はる .MOC ファイルを先ほど作成したモデル .moc に置き換えます。この状態で実行を行うと形容詞がたい何かが表示されてしまいます。これは使っているテクスチャがはるちゃんのものなので、まあこういうふうになるかなっていう形ですね。
ちなみに余談になりますが、SDK の移植をしているときにこの画面が出てくると、あ、もうそろそろの移植が完成するっていう風な感じで自分はすごく喜びます。まあ、ちょっと脱線しましたが、で、テクスチャをさっき作成してたモデルに変えます。さっきのモデルはテクスチャ1枚で作成していたので、とりあえずテクスチャのファイルのサイズを1にして、持ってきたテクスチャをこっちにやって実行をするとこのように、モデルを簡単に組み替えることができました。そうですね。ただこのサンプルだけだとちょっとドラッグした部分に関して動くだけでちょっと寂しいんで、先ほどアニメーターの方でちょっとモーションを作ったんで、そのモーションデータをちょっとこのプログラムにちょっと組み込むっていう言葉をちょっとやってみます。スクリプトの、このサンプルプロジェクトなんですけれど、Live2D の、紙揺れを行うファイルと、あとはユニティ画面のどこをクリックしているかっていったものを Live2D の座標系に変換するファイルと、あとは組み込みや表示を行う、シンプルモデルっていったファイルから構成されております。で、このシンプルモデルをちょっと改造していきます。シンプルモデルなんですけれど、基本的には100行以下の行数で書かれていますので、内容に関してはすぐに理解できると思います。それでは、先ほどの、ちょっとお待ちください、モーションの追加を行っていきます。やる内容としましては、組み込み用モーションデータの書きアニメーターで組み込み用モーションデータの書き出しと、このプログラムの書き換えを行うという形ですね。じゃあ先ほどのアニメーターを、これじゃなかった、アニメーターを選択して、ファイルからモーションデータを出力を選択し OK を押します。OK を押すとデスクトップに、Live2D のモーションデータが、ありますので、それで書き出しを押すとこのように生成されます。これに関して、モデルデータと同じように .by.z という拡張子にした状態で、Unity のアセットリソースのところに持っていきます。で、サンプルコードなんですけれど、モーションの読み込みに関しましては、ここにコピペが用意してありまして、だいたい 1,2,3,4,5,6 6行でモーションの再組み込みから再生までできるようになっています。この最後のやつは音声の再生の部分ですね。じゃあとりあえずこれをコピペします。これらに関してですが、基本的にはファイルの読み込みクラスとモーション、Live2D のモーションクラスと、Live2D のモーションの制御クラスといった形になっております。で、モーションの読み込みの部分を、こっちにやって、モーションの開始を、そうですね、このゲットマウスボタンアップの部分、マウスが上がっドラッグしていて上がったら時に再生できるようにします。ついでに音声の再生もこのタイミングで設定しておきます。で、モーションの Live2D のモデルに対して、モーションのデータを適用する処理を、適当な箇所にやって、ビルドをとりあえず1回します。で、これで実行するわけにはいかなくて、ヌルポインターとかって言われちゃうので、先ほどの、モーションファイルの部分に、
作ったモーションデータを読み込んで、あと音声ファイルを入れるのが忘れてたんでこっちに持っていって、アドコンポーネントのオーディオのオーディオソースのこんな感じで V4 アウェイクをオフにしておいて実行をするとこのようになって、マウスを離すとといった感じのことが組み込むことができました。あとは、ファイルから、ビルド&ランのビルド、ウェブプレイヤーでビルドをすれば、簡単にウェブマスコットアプリが作ることができます。以上でデモは終了になります。少々お待ちください。今ので Live2D の基本的な操作方法については分かっていただけたと思います。続いて、Live2D のノウハウといったものを どこで手に入れられるかについて説明します。Live2D ではマニュアルを用意しております。現行のキュビズムバージョン 1.0 のマニュアルと、現在ベータ版を公開して今ご紹介した Live2D 2.0 のマニュアルが各それぞれに用意してあります。 2.0 のマニュアルに関しては現在作成中で、今年の夏、公開予定のバージョン 2.0 の正式版と同時に、チュートリアルやドキュメントを整備した形でお届けできます。また Live2D ではコミュニティを開設しております。積極的に Live2D スタッフも質問にお答えしますので、どしどし、質問などをお投げください。また制作のコツなども、マニュアルの方でもドキュメントのコミュニティの方でも、紹介しております。また、マンツーマンの技術サポートを希望する場合ではには、法人に対して SDK に関する、有償のサポートも行っております。また Live2D の勉強会といったことも、随時行っております。一番最近のものですと来月 の8月30日に、ピクシブさんのオフィスをお借りして行う勉強会があります。興味のある方はふるってご参加ください。それではまとめに入らせていただきます。Live2D とは1枚のイラストから 2D のまま立体的な表現が可能な技術です。原画のイメージを損なうことなくキャラクターをアニメーションさせることができます。インディーズ向けに商用利用も無償にしました。無料エディターに関しましては無料版もご用意しておりますので、ぜひ一度お試しください。また Live2D は今まで最初の敷居が高いとのご意見をよくいただきました。ですが、バージョン 2.0 からは、PSD からの読み込みやテンプレート機能などを利用できるので、すぐにモデルを作ることが可能となっております。自分もプログラマーで、実を言うとエディターに関しては2週間前から、このデモ用に頑張って勉強したんですけれど、それくらいの期間でもすぐに学習できる程度には簡単です。また先ほどご紹介した Live2D キュビズムバージョン 2.0 は今夏リリース予定です。また現在それのベータテストを行っておりまして、こちらにベータテストのライセンスなどが用意してありますので、興味のある方は私のところまでいらしてください。以上で発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。